皆さんこんにちは。こんにちは。アガルートアカデミー宅建講座でございます。それでは先日実施されました平成30年度宅建試験の振り返りですね、本試験分析対談を行わせていただきたいと思います。担当いたしますのはアガルートアカデミー宅建講座担当の林と、それと今年度はですね総合講義を担当いただきまして、来年度はですね入門総合講義をご担当いただきます小林美和子講師にもご参加いただきまして振り返りをしていきたいと思います。それでは小林先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速行っていきたいと思います。まずはですね、はい、総評ということで簡単に今年の試験の形式ですね振り返っていきたいと思います。昨年度と比較しまして少しお話をさせていただきたいと思います。平成30年度宅建試験につきましては、こちら問題冊子全部で25ページということで、ページ数につきましては昨年度と変化はなしということで、問題数につきましても権利関係が1番から14番、法令上の制限、建築基準法とかですね15番から22番、税その他が23から25、宅建業法こちらが26から45の20問、そして免除科目、免除対象科目が46から50ということで、問題数の配分に関しても変更点はないということですね。で、大きな点変更点としましては、やはり個数問題の減少ということですね。昨年度平成29年につきましては宅建業法のみで個数問題が出題されたということで、個数問題全部で6題出題されたということでしたが、今年度平成30年度宅建試験につきましては全部で3問の出題ということでした。いずれも宅建業法での出題ということで、個数問題というのは一般的にはやはり正解率がぐっと下がるという傾向にあるわけですけれども、この個数問題の減少というのが今回の試験にどのような影響を与えたのかということ、その点につきましてこの後詳しく振り返っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。では早速ここからはですね、小林先生にもご参加いただきまして各分野の振り返り実施していきたいと思います。まずはですね、はい、一番最初からやっていきたいと思います。権利関係ということで、ここから問題が1番から14番の全部で14問ということになります。それではですね、小林先生、権利関係につきまして特徴などについてお話をお願いいたします。そうですね、これまで、去年で出題がありましたが、民法の条文に規定されるものといったね、普通宅建の勉強している人っていうのは条文を直接読むとか、そういった勉強されないのでえっていう感じになって、そういった問題がなくなったというところは、若干優しくなったのかなと。あとですね、この四子択一の問題というのは正しいものを選べと、誤りを選べ、どっちかのタイプがあるんですけど、正しいものを選べという方が、やっぱり、難しいっていうかね、で誤りを選ぶ方がほとんど正しいわけですからね、ということで誤ってるものを選ばせる問題の方がちょっと多くなったというところは、受験生にとって優しくなったのかなという感じはしますが、これに対してですね、今年は、例えば問3の条件に関する問題、問5の事務管理、問7債権譲渡、そして問9の総裁というですね、いわゆるマイナー分野と言われるところから、4問も出されて、しかもなかなか細かいところまで、聞いてくるということでね、ちょっと手こずった方も多かったのではないかなという感じはします。であとですね、やはり事例問題が、結構多い。それから、賃貸借なんかそうでしたよね、とっても文章が長くて、で受験生なんかはかつての宅建でしたらみんなこう時間が余るっていうのが通例だったんですけど、最近時間足りなくなってくる人が増えてきていますよね。なの でしかもですね、同じ問題であってもこう事例問題の中にうまくこう知識を引っ掛けてて、でそうすると何が必要になってくるかというと、いわゆる読解力ですね、文章を読む力、逆に文章を読む力さえあれば、例えば問8の事例問題なんか判決文問題ですね、そう、はい、知識がなくてもいわゆる国語の現代文の問題みたいに、落ち着いて解けばいいと、いうことで、権利関係はとってもですね事例問題が多く、落ち着いてこう読解する力っていうのが結構要求されてきてるかなと、そういう感じはします。なのでやっぱり全体的にはやっぱり
権利関係は点を取りに行くというのは難しいのは例年と一緒かなという気はします。はい、ありがとうございます。小林先生からもコメントがありました通り、やはり今年の権利関係、事例式の問題が多いということで、やはりきちんと過去問なんかを中心として問題を解くという作業ですね、練習と言ってもいいかと思うんですけれども、そういった問題を解く練習というもの、これをきちんとしていないとなかなか対応が難しかったのかなというところだったんじゃないかと思います。はい、では権利関係このぐらいにしまして、次の分野に進んでいきたいと思います。次の分野こちらはですね、はい、法令上の制限ということで、問題番号で言いますと15番から22番、合計これは8問ですね、はい、の出題ということになります。それでは小林先生、法令上の制限につきましてコメントをお願いいたします。はい、法令上の制限はですね、これは私の分析では、例年よりもなおこう難易度が下がったとかですね、点が取りやすくなったという印象はします。もちろん勉強足りない人はですね、どの道難しいんですけど、でもしっかりお勉強されてる方にとったら、出題数も国土法1問、時計法2問、検挙法2問、宅造法から1問、土地区画整理法から1問、農地法から1問というですね、こう出題分野もこうオーソドックスな、しかも配点もオーソドックスで、出題されてるところも過去に必ず出ているところということで、私としては合格を狙うのであれば、この今年は法令上の制限、全問正解を目指すというか、全問正解であってほしいなという感じはしますですね。若干難しいかなと思いつつも、選択肢がやっぱり取りやすい、知識だったりとかもしますので、法令上の制限は落としてほしくないなという分感じはしました。そうですね、やっぱり権利関係が事例式が多かったりとかっていうことがありますので、やはり宅建試験、昨年もそうでしたけれども、法令上の制限のところで問題を落としてしまうと、なかなか合格点取るのが厳しくなってきたということですので、やはり知識を正確にしていくということですね。特に小林先生からもご指摘のありました通り、過去の出題で問われているところ、ここに関してはやっぱり確実に取っていくっていう姿勢ですね、これとても重要になるんじゃないかと思われます。はい、では次にどんどんいきたいと思います。3番目ですね、税その他ということで、問題番号で言いますと23番から25番の計3問ということになります。それでは小林先生、税その他に関してコメントをお願いいたします。はい、ここはもうね、受験生にとって捨てたくなる分野ではありますよね。特に鑑定評価基準というのは毎年どこから出ても難しい。なぜかというと知識として細かいし、なので、ここは落としてもいいかな。ただ救いなのが問24の取得税がですね、結構取りやすい。そうですね、問題文が短かったですしね。あとこの24番の3ですか、正解の選択肢は、これが平成26年問題24、足の2がほぼそのまま出てるということですね。なので、少なくとも過去問だけやっておくという、ね、この分野そうですよね。もしかしたら鑑定評価捨ててもいいかもしれない、あまりにもこう勉強する範囲が広いので鑑定士になるという、夢でもない限り、なので私はこの3問中、今年に関しては取得税の1問が取れたらもう御の字かなという気はしますね。そうですね、23番が登録免許税のこれ軽減措置に関する問題で、24番が不動産取得税ということで、不動産取得税の問い24に関しては過去問そのままということでしたので、小林先生のご指摘の通り、やっぱり過去問をしっかりマスターしている方については問い24は問題なく取れたんじゃないかということなんですが、問い23に関しては軽減税率、軽減措置に関して少しちょっと厳しいかなっていうところがあったので、やはりまずは問題問い24ですね、取っていただいて、あとは23か、25は厳しいっていうことになるので、23が取れればなんとかっていうところですかね。そういった意味でやはりかなり得て増えてが出てきてしまう分野なのかなというところですね。ちなみにではありますが、登録免許税の話と、不動産取得税に関する話、こちらは上がるとも含めて多くの予備校が出題を予想していたところでありましたので、しっかり準備していた方につきましてはこの2つしっかり取れたっていう方もいらっしゃるのかなというところですね。はい、はい、じゃあ税その他についてはこのぐらいにしまして、それでは大山ですね、次の分野いきたいと思います。宅建業法ということで、問題番号で言いますと問26から問45ということで、形式面のお話は少しさせていただきましたが、内容面に関して小林先生からコメントいただきたいと思います。それでは小林先生お願いします。はい、
そうですね、出題分野として、宅建業法というのはそもそも情報もそんな多くなく、学習する範囲はあまり広くなく、しかも20問も出るということで、やっぱりまんべんなく勉強しておくべきという分野ではあるんですよね。監督処分とか、罰則がちょっと細かくて難しいかもしれないんですけど、ただ傾向として、個数問題が減ったということと、あと結構横断的な問題が、出てるかなと、ね、そうですね、例えば28、29のようなね、ですので、テキストのここだけとか、どっから出てるとかっていうことに固執すると、ちょっと足元を救われるかなという気はするんですが、ただやっぱり今まで見たこともないような細かい知識というのはほとんど聞いてこないんですね、宅建業法というのは。何度も言いますか、分野が狭いですのでね、なのでもうできれば目をつぶってでも取ってほしいぐらいの問題がやっぱり14問ぐらいはあるので、あとちょっとケアレスミスその他で落としても、そうですね、9割以上は取れるかなという印象ですね。あとうまく引っ掛けてくるのは相変わらず業者間投資の取引なのか、ね、業者と一般消費者、つまり自ら売り主制限のところ以外、例えば重要事項の説明とか、契約書面のところも相手が宅建業者の時どうなのかっていうね、そういうのをうまく複合問題で聞いてくるので、ケアレスミスにちょっと注意をしていただければ、本当に9割がところは取れるかなという気はします。そうですね、今回はですね、昨年度の問題との比較で出てきた内容として、報酬の問題ですね、問い30番と31番ですか、連続して出てるということで、ここについてはいかがでしたでしょうか。そうなんですよ、ただ賃貸借っていうのは思いのほか優しくて、なんか取れるんじゃないかなと。ただ毛嫌いしてる人多いですよね、報酬問題ってね、なので、そうはやず報酬が出てもきちっと計算をするつもりで勉強されてた方は30、31取れたのではないかなと思うんですけど、結構もう数字が出てくるだけで嫌だと思って、1.08 で割るとかね、消費税計算とかになってくると、もう最初から捨てる人もいるんですが、でも捨ててるともったいなかったですよね、2問も、ですね、やっぱり業法に関してはどの分野も手を抜かずに、きちっと抑えておくと。しかも難易度がものすごい高い問題とか、とてつもなくマイナー分野は出ないので、手を抜いておかない、手を抜かない勉強というのが非常に重要な気はしましたね。そうですね、30、31、昨年も報酬の計算の問題が出たっていうことで、やっぱり実際に手を動かして練習するっていうところですね。そうですね、やっぱりここをやっておかないと、テキスト見ておしまいってことになると、やっぱりこの手の問題は解けなくなるのかなということですね。もしかすると今後、来年以降もこの報酬の計算について実際に手を動かして計算していただくっていうもの、消費税どうなるかっていうのによるかと思うんですけれども、これによって実際の計算っていうものが要求される問題っていうのは今後も続くかもしれないというところですので、2問っていう形式もね、続くかもしれないですね。そうですね、増えたっていうこともありますので、来年以降のことをお考えという方でしたらば、やはりこの計算、実際に手を動かして練習するというところですね、意識してやっていただければというふうに思います。それとですね、先ほど小林先生からお話の上がりました業者間取引の話、問い35なんかがまさにそうだと思うんですけれども、親問題文でまず宅地建物取引業者間の取引におけるということで、親問題文で業者間取引であるっていうことを指摘した上で、3番で買い主が業者の場合には説明を省略した上で交付のみをするっていう、まさにこれ改正点なわけですけれども、そういったところを聞いてくるということで、選択肢の中で完結するのではなくって、親問題文とセットで読むことによって成果が出てくるっていうタイプの問題ですね。こういうものも権利関係もそうでしたけれども、やっぱり実際に問題を解いて練習するというところですね、これをどれぐらい時間をかけることができたかっていうところ、やっぱりこれが大きな合否の分かれ目になったのかなっていうところですかね。あと私見ていてちょっと気になったのが、やはり丸々1問っていうところ、それは31番がそうだったんですけれども、
選択肢の中に改正点の内容がかなり多く見受けられたっていうのも今年の試験の特徴なのかなと思ったんですけれども、そうですね、はい、いかがですかね、この改正点の多さに関しては。でもまあ、 お勉強される方って宅建ってまあ大体1年完結なので、はい、改正されたところかされてないところかね、はい、分からないので、それはもうやっぱりね、予備校とかテキスト、はい、先生がここ改正だから出ますよみたいなねところを言って、まあ、指摘しておいてもらって、まあ、情報収集してるとね山は当たりやすいかなとは思うんですけど、はい、あまり積極的に意識はしなくてもいいかなという気はします。うん、まあ、どのみち改正前と改正後と両方勉強するって人は、まあ、2年目とか3年目の受験生の方だったら要注意なんですけどね、はい、だからまあ、宅建の勉強するときは最新情報に触れつつ、そうですね、学んでいくと、はい、過去はもう振り返らないそうですね、とても大事だと思います、はい。まあ、来年に向けてというお話になると、やっぱりまあ建築基準法の改正がかなり大きいのが入ったりとかっていうことで、これまた改正がかなり目白押し、まあ、税法とかに関しては毎年改正がありますので、やはりまあ最新のものに触れていただくっていう必要があるかと思います。で、今年に関してはやはりまあ宅建業法大きな改正があったっていうことで、それを一気に聞いた年であったということですので、こういったやはり最新の情報にしっかり触れていただくということですね。まあ、小林先生からもお話がありました通り、最新の情報に従って勉強を進めていただくっていう姿勢はこれとても重要ではないかと思われます。はい、では宅建業法このぐらいにしまして、はい、最後の分野に行きたいと思います。免除科目ですね、はい、問題番号で言いますと46番から50番までです。この分野に関して小林先生、ご感想コメントをお願いいたします。そうですね、免除科目も、ま、統計は致し方ないという気がするんですけど、はい、ただ、まあ、都46の住宅金融支援機構とか、あるいは経費報告等表示不当景品等防止法ですね、これは結構オーソドックスな問題だったので、取りに行けたかなという感じはするんですね、はい。で、土地建物もこの辺りまでね、こう勉強がこう間に合わなかったっていう人もいるかもしれないんですけど、思いのほか土地建物っていうのはこう取れる科目なんですよね。知識として同じことが繰り返しそうですね、はい、なので、まあ、免除対象でない方はね、ここでも落とさないというのは、まあ、5問もありますから。そうですね、はい、やっぱり丁寧な勉強が必要かなと。でも今年は、まあ、4問取りに行ける分野だったんではないかなという感想です。はい、難易度から、はい、はい、そうですね。まあ、ちなみになんですけれども、問い48に関して、まあ、統計問題ということなんですけれども、まあ、昨年もそうだったんですけども、一応アガルートの模擬試験で、全部の選択肢に関して的中させていただいたということで、そういった意味では、まあ、統計問題、まあ、なんていうんですかね、模擬試験なんかで情報収集される、やはりまあ市販の教材ですとこの統計情報間に合わないっていうところがあるので、こういった問い48の統計問題、まあ、例年合格される方はやっぱりここで1問確実に取ってるっていう状況ですので、模擬試験なんかも含めてこういった統計に関して情報収集するということ、これもですね、やはり最新の情報に積極的に触れていただくっていう必要があるかと思いますので、このあたりはまあアガルートの模擬試験なんかも含めてですね、ぜひともご検討いただければというふうに思います。あとはまあ私も個人的に気になったところとしては、まあ49番の土地の問題と50番の建物の問題ですね。たまにですね、49番の土地は取れるんだけれども、50番の建物でえっていうものが出てくるっていう年がたまにあるんですけれども、ただ今年に関しては49番50番いずれも過去問の知識をしっかりマスターしていれば取れる問題であったということですので、その点はほっと胸をなで下ろしているというところです。はい、ではですね、各分野の振り返り、まあ、コメントについてはこのぐらいにしまして、最後にですね、まあ、皆さん一番気になっていると思います、まあ、合格基準点というふうに書かれてますけれども、まあ、アガルートとしての合格点の予想ですね、させていただきたいと思います。まあ、この点につきましては、まあ、私もあと小林先生も、まあ、ご相談させていただきまして、まあ、今年の試験どのぐらいになるかなというところなんですけれども、まあ、ちなみにですが、昨年度平成29年度宅建試験の合格点は35点だったということなんですが、まあ、今年は昨年度に比べて比較的解きやすい問題が多かった、まあ、冒頭でもお話をしました通り、やっぱり個数問題が減少しているということもありまして、アガルートとしてはですね、合格点の予想、まあ、推定点としましては、37点というふうにしたいと思います。
まあ、場合によっては36点もあるかなというところではあるんですが、一応まあ我々の見解としましては37点が平成30年度宅建試験の合格点の予想とさせていただきたいというふうに考えております。まあ、37点が本命で、まあ、36点も場合によってはあるかなという、まあ、こういったちょっと複雑なニュアンスになるんですけれども、まあ、そういった予想とさせていただきたいと思います。ではですね、最後にですね、合格発表までの過ごし方ということで少し私の方からご案内させていただきたいと思います。この後はですね、合格発表、こちらはですね、日付で言いますと12月の5日ですね、今からですと約50日後ということになるんですけれども、12月の5日に合格発表が行われるということです。合格発表につきましては、これは各都道府県、都道府県ごとにですね、掲示場所が定まっておりますので、詳しくはですね、皆様のお手元にあります受験案内ご確認いただければと思います。またですね、一般財団法人不動産適正取引推進機構、まあ、試験実施団体ですね、試験実施団体の推進機構のホームページでも合否の確認、合否判定、まあ、合格者の番号の発表ですね、行われるということで、このホームページでの公開がですね、12月の5日の水曜日9時30分から公開予定というふうになっておりますので、12月の5日、ぜひともチェックしていただければと思います。またですね、自己採点をされたなどして、来年に向けて動き出そうですとか、ちょっと12月の5日まで待ってなければならない、さまざまな、受験生の方がいらっしゃると思います。なかなかお一人で、まあ、悩んでるっていうのもなかなか精神衛生上よろしくありませんので、ぜひともですね、アガルータアカデミーの受講相談、まあ、主に、まあ、私が担当させていただくということになるんですが、アガルータアカデミーの受講相談なんかをご利用いただきまして、ぜひですね、今年の試験に関してのお悩みですとか疑問点とかありましたらば、ぜひお気軽にご利用いただきましてお寄せいただければと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、今回の平成30年の宅建試験の本試験分析対談はここまでとさせていただきたいと思います。小林先生、本日どうもありがとうございました。それではこの動画ここで終了とさせていただきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。